教授は、岡山県岡山市南区にある地域である。かつての小島郡教授村に相当する。本校では道村についても述べる。岡山市南区役所教授地域センターが管轄する、南区西矢瀬、曽根、中矢瀬、内尾、東矢瀬が、該当地域となっている。かつて、小島郡教よけ村であったが、1971年5月1日に、岡山市へ、 編入合併された。広大な干拓地のため農業が主力産業となっており、米や麦のほか茄子、レンコン、トマトが栽培されている。また、北部の西尾駅周辺は、岡山駅までのアクセスの良さからマンションが多数、建設されている。岡山市南西部に位置し、全域が小島湾干拓地であるため平坦であり、給料はない。南部の倉敷市。 南区名田崎地域との境界を倉敷川が流れている。1819年、倉敷大館であった大草太郎、右馬が幕府の命を受けて開墾を行うことになり、翌1820年に工事着手され、1823年に約840ヘクタール、5096国の神殿が造成された。 この神殿は、岡山藩主をばら台の助により、中国漢市の氷除外という言葉から教城神殿と名付けられ、これが教城の地名の起源となっている。1822年、教城神殿は、東村、中村、西村と区分されたが、当時は、深海地に村の名称が使用できなかったため、東中、中宗、ね、西中と解消された。さらに、 同年9月に西中の北部、東部を分割して曽根が、東中の西部を分割して内尾が置かれた。1875年、これら5地区をすべて、村とした。1957年8月3日から4日、集団赤痢が発生した。約1週間前、霧場水道の滅菌装置が24時間にわたり、壊れ、川水がろ過装置だけで給水されていたので、 それが原因ではないかと言われた。遠隔岡山市南区役所の出先機関である教助地域センターが南区中あ勢に存在し、戸籍関係等一般の業務を扱う、総務民生課が置かれている。1971年5月1日の編入合併までは、今日、よけむら役場として、また2009年4月1日の政令市以降までは、 岡山市役所教助支所として使用された、教助村に関するカテゴリー、ありがとうございます。